皆さんこんにちは、オタクサヤコです。本日もサユキューブを始めていきたいと思います。もうだいぶ喋れるようになったっぽくない？これ結構聞き取れますよね。なんと私ですね、なんとってことじゃないか、今から3時間半以上かけて一人で子供を3人連れて軽井沢に行きます。すでに怖い。もうね、本当にそんなどころじゃないんだよ。仕方なくやってるけど、あ、もうちょっと早々から右手にはね、レッドブルも飲み干してですね、目をバッチバチにかっぺられて行きます。大事な命って3人乗せているんでね。ワンオペでね、なんだっけ、グリーンプラザ軽井沢っていうところに行きます。でなんかね、そこにおもちゃ王国っていうすごい子供の天国のような遊びスポットがあるので、そこに遊び倒しに行きます。2泊するんだ。初めてかも、あのワンオペ旅行を、まあ、初めてじゃない、まあ、海外でね、思いがけずしてワンオペになったことはあったけど、わざわざ一人で3人連れて国内の旅行行くの初めてだな。というわけで今からビビり散らかしているのと、もう渋滞が本当に嫌。もうとりあえず今次女が寝てるんで平和です。渋滞すると怒るんだよ次女が。早く次女が寝てる隙に高速に乗ってなるべく早く進みたいな。とりあえず行きます。2泊3日をギュギュッと Vlog にまとめようかなと思ってます。それではお茶 YouTube スタート。マジで遠い。もう2時間ぐらい運転してんのにあと2時間もあるの。疲れたよ。一応あの授業が起きたんでね、騒ぎ始める前に一回休憩を挟みます。残り2時間のところで。さあみんな一回トイレとか寄るからね、ちょっと入ってください。授業がね、もう抱っこ抱っこモードになってるんで、ね、一回休憩ですね。同じ体勢でね、疲れちゃうよね。ランザンっていうところにね、キズヌンしてまして、今ご飯頼んだところです。イエーイ。痛いの見て、あの子痛いね、ちょっとね、痛いね、なんだね、愚痴かわいすぎ。グーって、グーね、あっち大丈夫です。いただきます。みんないただきますか。チルチルチル。ママ食べれないパターンだな、これなかなか。でも美味しい、ここのラーメン、ごま油ラーメン。うん、めっちゃわかるけど、調整には。うまい。みさん食べたね。ご機嫌ですか。ワンワン見てんの。ワンワンのうんちやった。うん。うんち見て喜んでる。じゃあ。くちゃくちゃ。あなたもうんちはみんなそうよ。くちゃよ。それはな、それはみんなうんちはそういうもんさ。ワンワンのうんちを行政しております。喋りづらいわ、声分かれてるわ。大丈夫。やっと着きました。家を12時前に出て、ただいまの時間は5時。5時間もかかりました、ここに来るまで。到着しました。で、どういうところ？どんなところかな？どんなところか、はい、さあ、おじい！あ、本当疲れた。雨だし、雷だし。僕も早く寝たいわ、今日は。ビールも飲みたくないぐらいだわ。チェックインしに行きます。来ました。お部屋、ここね、すごい子連れに優しい場所でね、すごい日本の宿っていう感じですね。ファミリー向けなんでね、雪です。やば、おやすみなさい。5分だけ寝れて、ちょっとすっきりしました。ご飯に行きます。そう、ここね、グリーンプラザ軽井沢って言って、
おもちゃ王国がね、あるところなんですけど、そこにチケット付きのプランにしたんですよ。でも今回宿が、宿というよりかは、そのおもちゃ王国の子供たちを存分に遊ばせるのが目的します。でも今日は疲れてるからね、ご飯食べて寝ましょう。バイキングって大変。大人一人でバイキングって大変なんだよ。ね、次女ちゃんがなんか危ないことしてたら、ママのことすぐ大きい声で飲んで。イライラしときだけど、おいしいご飯食べるとやっぱ元気になるね。元気出てきた。おいしいね。ね、いっぱい食べて、今日はたくさん寝て、朝ごろ。バイキングって何回席を立つんだよ、子供3人の世話をしてて。バイキングって向いてないんだよね、意外と小連れ、いっぱい小連れには。メニュー豊富なのはすごいんだけど、この物理的にだけ向いてないんだよ。結果たくさん食べたら向いてるか。食事が終わってバイキングに行きます。今日もおもちゃを1個だけ買っていいよって、ね、カブトリ君と、うん、子供に超優しい。これ1本ずつ買えるの天才じゃない？すごい。ベビーソープとか何でもある。すごい、結構本当にいろんなものがある。ここちょっと敷くんでどいてください。おもちゃさえ買えば君たちは最高そうだね。多分子供のための宿なんだよね。ちっちゃい子供を受けみたいな。はい、どうぞ。イエーイ。ごめんなさい、お金あげます。このまま寝たい。このまま寝たいよ。だってミネジからここまで6時間だよ。異常でしょ。いやー、暑かった。今日はもうとりあえず移動でほぼ一日終わりましたので、ちょっと体勢を整えて明日の作戦を立てて、今日はもう寝ます。こんにちは。楽しそうですね。あ、でも楽しいよね、こうやって仕事もしね。あ、ポンポンは大丈夫です、今ね。子供って何年かいると一緒に遊んでくれるって。何やってんの？仕事です。ママみたいに仕事したい。おはようございます。おはようございます。おはよう。たくさん寝れて元気になりました。昨日過ぎたけどね。とりあえず着替えて、私は朝活も終わって行ってます。今から朝ごはんです。今日はね、たくさん遊ぶからたくさん食べて元気にしましょう。ごめんごめん、バタバタ。暴れん坊の君にはこれを渡すしかないんです。私の食事はこんな感じです。ちょっとね、いつも最初は少なめに盛ります。じゃないと残っちゃう。いただきます。マルホイ、マーティー、ジョジョ。ジョジョちゃん、マーティーがね、次女をジョジョって言い間違えたからジョジョちゃんになりました。テッテレテッテッテイ。この滑舌で死ぬほど言いづらいというジョジョちゃん。見かかる。体歪みますよ、お姉さん。その見方はここね、ほとんどが子連れだから、まあ、周りからも泣き声聞こえると思うけど、なんか安心、楽、子連ればっかだから幸せだな。子供たちと旅行に来れて、美味しいコーヒーが飲めて。さて、準備ができました。散らかり方が尋常じゃないです。このホテル今から念願のおもちゃを送ってきます。準備中はね、もう本当に子供たち同士で遊んだりとか、ネットフリックス見たりとかして、
待っててもらいました。疲れで気合バッチリ、たくさん寝た。今日は元気、今日は元気、さんざん遊ばせてやるからな。今日は大成功。まだわかんねえよ。まあでもちょっと夕方ぐらいには帰ってきて、明日も遊べるようにちゃんと整えようと思います。今現在時刻は10時半なので、まあ4時ぐらいまで5、6時間はめっちり遊びに行ってきます。頑張れ私。でもなんか後ろのあのバスで本当は行けるらしいんですけど、あれベビーカー畳まなきゃいけないんですね。でうちはねこれ畳むの本当に大人2人ねちょっとパーツが3つになっちゃうので、歩いて5分ぐらいなので歩いていきます。楽しみ。こちら森の、ね、お坊さんです。やばい、怖くないやばいっすね。ヒップアップトレーニングを今日一日することになるそうです。あ、これか、この NHK のキャラクター製造園みたいな子供スタジオっていうとこ行ってみます。これは次女も大喜び、ジョジョちゃんも大喜びですね。行ってみよう。あ、すごいすごい、ママも嬉しくなっちゃう。ワンワンいたね、ワンワンいたね、大好きだもんね。これ1時間制みたいな、1人400円でこんなとこ入れるの最高。やったね、大好きだもんね。いけね、あ、コッシーだ、コッシーがいる。本物やったやったやったこんな感じです。今からは以上です。待ってて、何書いてるのこれ。ちょっと気持ち悪い、ママも書きたかったな。ママの髪がないんだよ。ママ書いてあげる、貸して貸してだけして。で、事情が書いたハニャハニャの背に目ん玉をつけました。こう言ってこうプッシュできたんじゃない。なんでどこ行った。あ、いた、薄そこ目ん玉いる、目ん玉いた。これが長女ので、これが私が描いた目ん玉ですね。マジの声だ、痛い痛い痛い大爆笑。お風呂スキーになれるんだって。なろうよ、かわいい、かわいい、かわいい、ありがとう。これね、私多分10年後にこの歌聞いたら泣いちゃうと思うな。子供さんにこれを毎日聞いて子育てしてんだもん。こんなの人間も聞いたら泣いちゃうよ。そんな話してる今の人がアホやな親って。ガーガー、こっち。次は念願のこれですね。なんか物作りがしたいということで、こちらは眠くて大ぐずりですね。これ見つけました。これどうやってつけちゃう。ちょろいな。本当今多かった一番好きな子なんだよね。店員さんが教えてくれてたから。まあこんな感じでいつもドタバタですけど、意外と長女はねそれぞれ遊んでちゃんと楽しんでくれるおかげで、家にかかりきりになっても割と平気でいてくれるのは救いですね。いいじゃん。寝るタイミングが遅くなって心配に寝るずりしております。でもこれはもう目をつぶってないけど寝ますね。あの人たちはずっとあそこで遊んでくれてる、船を作ってるので、これか夢の中へ行ってみたいと思います。ふふ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 ふ、なんかすごいのできてきたね。マルフォイもなんかすごいものを作ってますね。私たちはこれを気軽に作るじゃない。私たち親はね、満たしたらこれ一生捨てられないわ。
そこに置こうかな、うち狭いんだよな、うん、こんな一生懸命作られちゃったら開けられませんよ。もう1、2時間いたんじゃないかぐらいで、マルフォイのかっこいい船、かっこいいね、うん、素敵、自分で作ったな、うん、外の、ね、フードコートみたいなとこ並んでおります。並び始めて30分ぐらいです。もうすぐです、やっと。その間、ジジは抱っこだの、子供たちは喧嘩だの始まって、ママは空腹でそれをやられるのは限界です。おんぶに、首短い、食べ物より分厚い、修行にも程がある。ママ、スプーン。ママ。座って、うん、開ける。疲れたんだけど。いや、またね。ありがとう。いただきます。ご飯食べたかったよ。肉うどん。うん。楽しいね。美味しいですね。大変もう、やっぱ授業が大変。ずっと怒ってるもんね。何かにずっと怒って走ってる。おもちゃ王国ね、携帯をいじってる親がめちゃくちゃ少ないんですよ。すごくないこれ。なんでかっていうと電波が全然ないのよ。機内みたい、飛行機乗ってる時レベルの感じで。まあでもお金でね、子供に集中できるんで、すごくいい思い出が作れてます。こういうの好きだよね。お兄ちゃん結構優しい、押してくれんだよね。もうすぐね、そろそろホテルに戻ろうかなと思いますけど、うどん食べて元気になったわ。もし遊びしたら帰りましょう。はい、おもちゃ王国出ました。どうでしたか？楽しかった。よかった、その言葉が聞きやがった。今日は私、頑張りました。行ってきますよ。ありがとうございます、マーティーさん。うん、坂なんです、軽井沢。優しい、ありがとう。全然違う、倍が違う。カメラマンマーティー、あの近いです。子供の無垢な悪気のない距離感やめてほしい。動画の近いのは33歳、近距離は近いです。ご飯行こう。結果ね、買ってきてシャワー浴びてね、一口としようと思ったの。次女のね、お腹減ったコールでね、全然ダメ。休憩5分もくれない。限界です。5分寝れば元気になるのに5分くれない。でも生きる、私は生きる。あ、行こう、寝たかった。お、どうも腹ペコ怪獣です。ママを寝かせる隙なんか与えませんという笑顔です。こちらがブレブレだ。ありがとうね。ありがとうございます。ご飯行こう。ありがとうございます。うまい。このカレーが大好き。あ、見て。これなんかの、これは、肉を見て。よかったね。ね。壊れてないよね、今ね。ねえ、びっくりしたね。もうかったんだもんね。どうも。カレー食べなかったね。あ、またカレーです、カレーです。ちょっとね、なんかもうタンパク質が少ないなって思ったんで入れさせていただきましたよ。2歳児なんか余裕だと。すごいね、グッジョー、グッジョー。もう必殺 YouTube になりました。まあ、それなりに食べたかな、みんな。私はというとね、基本ビッフェに来るとローストビーフが一緒食べてます。おいしいね、おいしいですね。もちろんね、ママね、もうここぞとばかりにビッフェやローストビーフを食べに、ローストビーフ食べ放題だと思う。何杯目だこれ、3、4杯目かな、ローストビーフ。超美味しいんだもん、山形牛。いただきます、最高です。ありがとうございます。こんな美味しいものを見て出していただいて。さあ皆さん、これから夜のコンビニへ冒険しに行きます。アテビリ、はい、ご飯食べました。ご飯食べ終わって、どうしてもコーヒーが朝美味しいのか飲みたい。私はコンビニに帰ります。美味しいっすよ、別にね。コンビニのドリップコーヒーですけどね。
でも子供たちにとってはさ、夜コンビニ行くのも冒険でしょ。というわけで今から冒険しに行きます。でお菓子ちょっと買っちゃおうかな。イエーイ、ね、これはポップコーン。今日は特別なんで夜のお菓子も解禁です。出発進行。着きました。舐めてた。めちゃくちゃ遠かった。何キロだったこれ。10キロ。15分ぐらいあったよ。さあ夜の冒険だぜ。何ビビってんの。かわいいな。夜のコンビニというシチュエーションにビビる子供たち。お菓子1個だけだからね。大きいのはダメよ。何ビビってんだよ。何ビビってんだよ。女2人はイエーって言ったぞ。大丈夫。ほらもう怖くないでしょ。楽しそうで何よりです。ママビール飲みたいところだけど、あっさりささあるのが嫌なんでビールすら買いません。そのぐらい今日はハードでした。というわけでコンビニではお菓子じゃなくってアイスを買ってきてみんなで食べてんだよね。あーおいー。特別今日は。はい、遊び行く人。行きましょう。よし、花火行くぞ。花火花火花火を買って、なんて素敵なんだろう。みんな危ない。最高の思い出だね。ほら、出た。じゃあ、花火、綺麗。すごい。すごい、うん、楽しみ、うん、すごい、ここでみんな花火やってる。素敵なホテルだね。初花火、うん、ほら、あっちあっちからね。怖い怖い。すごいね。蜜夏の終わり。はい、持って、これ持って。はい、行くよ。かわいいでしょ、これ線香花火っていうの。おはようございます。おもちゃ王国デイシュでございます。昨晩の花火などね、大変私疲れておりまして、あのまま歯磨きをして寝る準備して荷造りをして寝まして、いつも通り5時半に起きて朝活をして荷造りをして朝ごはん食べてやってきますか。じゃ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 ーん。不思議だよね。これがしたかったんだよね。私がね、あまり好みでない遊び方なんですけども、まあ子供たちがやりたいと言ったらこんなの関係ありませんよね。今日、まず10時ぐらいに入園して、10時に、ね、開くんで釣りを楽しみます。次女は昨日の疲れで寝ております。出てる？あった。釣れました。これ釣れるまでやめてくれますか。どうしたら釣れるんですか。ちょっとだけコツがつかめてきたよ。あ、餌だけ落ちた。餌つけるのがまずむずいね。ちょっとお待ちください。これを頑張って何回もやって待ったり我慢しながら釣りをやるんだよ、うん、ママはね釣りそんな得意じゃない、うん、こんなのやったことないあんまり。よーし、ドン。あ、やってる、取った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 、取って、取って、取って、動画撮って、動画撮って、撮れた、うん、撮った、うん、やった、すごい。どうやって針外すのこれ、うん、怖いんですけど。あ、痛そう、かわいそう。だってこれ触んの？そうだよ。めっちゃ嫌なんだけど。取れた！取れた！血出てる！血出るよ。こうやって生き物食べてんのよみんな。どうやんの？釣りって初めてやってんだよママ。あ、ハリハズリって書いてあるあそこで。かわいそうに食べちゃうけど取ってあげるからね。ハリのかけるね。かけてどうやんの？怖いそう。でもこれを食べるんだよ君たちも。あ、怖いです。あ、というわけで釣れました。針を外せないという。あ、2匹釣れました。そう、私がポンコツで針が外せないのでこのまま持っていきます。どう、外してもらえた？
ちょうどもう時間だったわ。手洗って、あのね、焼いて食べれるんですって。持てる？すごいよ。はい、気をつけて。大丈夫？はい。美味しそうだね。すごいね。ねえねえ、なんでいただきますって言うと思う？こうやってね、生き物を殺して食べてるからいただきますとか、いろんな意味があるんだけどね、諸説ありますよ。いただきます。大事に食べてね。うん、ありがとうって。ありがとうね。ありがとうね。いい食育ですね。どう？マジ？うまい。以上が起きました。ナイスタイミングで魚詳しいよ、これ。美味しいな。優しいよ、本当に。あと食べてよ。ナイスタイミング。優しいね、ありがとう。いい経験だ。美味しい。ごめんねてで幸せだね。お魚ありがとうだね。ママは余り物の皮をいただこう。食べてる皮。いや。いや子供。あ、私が。私はロートビーフ並んで食べてますから。美味しいですか？うん。よかったね。グレープうまい。元気出るわ。頑張りそう。あ、幸せ。魚釣って魚食べてさ、こんなの食べれるなんて幸せすぎない？最高だね。まあこんな幸せなことなかなかないよ。家族でさ、みんな仲良しでさ、最高じゃん。もうこの2日間もカロリー消費がすごい半端なくて、いつもクレープなんか1個食べられないわけよ。余裕です。余裕。アオラ、ね、見て見せてベーラ。全部見せて、うん、あたらすごいね、ここは。いろんなアンパンマンいっぱいあるの。次女はね、アンパンマン大好きなんでね。こういうね、おもちゃがいっぱいあるお部屋みたいなのがいっぱいあるんですよ、ここ。全然遊び倒せる。さすがおもちゃを。しかもね、冷房効いてるんで、親も最高です。よかった。白ロビ系楽しそう、ここにいる。というわけで、久しぶり遊んでます。おもちゃ王国の収録します。人がいるんだよ、もちろん。シルバニアファミリー、リカちゃんハウス。こちらはね、男の子、大喜び。とにかく、プラレールランド。で、ここが観覧車とか、うん。まあ、もちろん、こういう遊び場もあったりとか、ね、昨日行ったイーテレみたいな場所もあったりとか、車に乗ってね、こんな感じで遊べるところがあったり、もちろん、フードコートもあって、座席数も結構多いので、安心して来れるんじゃないかなと思います。で、私、来る前に、レジャーシートとか、レジャーシートめっちゃ言いづらいわ。レジャーシートとか必要かなって思ったんですけど、全然必要ないです。席がいっぱいあります。で、大人が休憩するような座るところも結構いっぱいあります。子供はね、ここに行ったらもう、飽きることないですね。とにかく遊びっぱなし。だから大人は疲れる。やっぱうちはまだ次女がいて、今回私が一人なので、あんまり、まあ観覧車行けば観覧車好きじゃないんでね、高所恐怖症乗らないんですけど、なんかちょっとしたジェットコースターとかだと次女がいて乗れないので、そういうところじゃなくてこういう遊び場みたいなところで遊んでます。なんかゲーセンみたいなんだったりとかね、ブロックパークとか、本当にさっきのアンパンマンのね、おもちゃだけど、本当にね、全部取り組めてないぐらいすごいですよ。で、今9月なんですけど、もうすごい、たまに暑いけど、毛が過ごしやすい。はい、暑い時期だと結構大変かも、これ。真夏だったら。だけど、まあ、涼しくなっちゃえば楽かな。あと、寒くても、まあ、あっちゃしんどいかな。でも、とはいえ、こういうちょっと室内とか冷暖房効いてると思うので、逃げ場所はあって、最高って感じ。フードコート、食べ物についてもアレルギー、やっぱ子供の、ね、国だからアレルギー表記とかもしっかりしてるんで、その点もかなり安心して食べれるんじゃないかなと思います。最高です。ここは子供の天国です。ママヘブン。はい、ですね。どう、楽しい？我々世代的にパンダに乗ってったらもう気にしねえなんでしか見えない。
まあまあ遊びましたね、今日もね。で、時刻も2時過ぎなんですけど、結構ね、帰り時間かかるし混んじゃうので、もう帰ろうと思います。ちょっと早めに、予定より。次女も眠そうだし、ちょっとね、みんな不機嫌モードになってきたので帰ります。明日は平日なんで、明日はワンオペだからさ、早めに帰ります。ちょっと帰った。やばくない、これが。というわけで帰宅中でございますが、軽井沢はさ、山だからさ、電波全然ないわけよ。何度も言ってるんですけど、マップが開かなくて、多分日本で世界、日本で方向音痴選手権やったらね、トップ10ぐらいに入ると思うんだよね。その私がマップに頼れず、本当に思いました。よかったよ、これ暗かったらもう私は通るわ。しかも苦手な山道でしょ、子供3人でしょ。でも私はいい世界なの。ここはどこなの、どこなの、ここは。あ、コンビニがある、電波ありそう。ちょっとここで一人作戦会議を始めます。よかったよかった。だがすでにひどい渋滞だそうで、4時間ぐらいかかりそうです。生きて帰れますように。あとは買ってあげるね。そうね、はい、分かった。お腹空いたもんね。いや、ご飯はいつもごたごたですな。私はもう動画見てますね。大変だからしょうがない。いただきます。うまそう。受験の時はなるべく炭水化物食べないです。眠くなるもんね。大葉焼きには運ばないだよね。うんまっ、うんまっ、食べてるのね。帰ってきました。またなぜか6時間かかりました。あとはね、片付けしてお風呂入れて寝かしてたら、私のミッションは終了です。あのやつらはね、車の中でよう寝てくれましたんでね、めちゃくちゃ元気です。というわけでこれにて終了にしましょうか。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。この通り私は10歳ぐらいかけて帰ってきました。見て、ここのこぎ方、白骨化してない？大丈夫これ。でもね、本当にちょっと最後に語ってから片付けよう。まあ疲れたけどやりがいはありましたし、私結構夫にいつも運転任せてたので、運転って大変だなって改めて思いました。今日ね、お風呂入ってねえね。まあでも大変だけど、やっぱ子供たちがすごい喜んでくれたし、大変だけど修行みたいな感覚でできたし自分がすごいレベルアップしたような感覚になるので、なんかやってよかったなって思いました。まあでも、ちょっとしばらくいいかな。この間マレーシアワンオペしたばっかでさ、もうワンオペで旅行なんかもういいって思っただけで行っちゃったよね、結局ね。そういう感じなんだろう、私は。これでまた子供たちと楽しい大きな思い出ができました。行ってよかったなと思います。それでは片付けをして、私は早く寝ようと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。イエーイ！一緒にバイバイしよう。せーの。バイバーイ！ハゲてない？汗。髪を。